エドワード・トンプソン、ネット・ブレシットは、アメリカ合衆国の政治家、弁護士である。ケンタッキー州の政治家一族に生まれ、1963年から1967年まで、第51代ケンタッキー州知事となった。第二次世界大戦に従軍し、ケンタッキー大学を卒業した後、1952年、アメリカ合衆国大統領選挙で、アドレース・ティー・ブンソンの選挙運動を、 1954年にはアルバンダ・ブリュー・バークリーのアメリカ合衆国上院議員選挙の応援をさらに1959年のバートコームズの州知事選挙運動を行った。コームズが州知事に当選するとブレシットを人事局長に指名した。ブレシットは州職員のための最初の成果主義制度を確立する法案を書いた。コームズが知事であった間は 指名職を持ち続け、1962年、コームズがブレシットを後継者に指名した。ブレシットは、元州知事の A.B. ハッピー・チャンドラーを民主党予備選挙で破り、チャンドラーの政歴を終わらせることになった。ブレシットは、共和党候補者のルーイーナンを破って、州知事に当選した。知事としてのブレシットは、コームズの仕事を継続し、 就航規格道路と州立公園を改良し、教育予算を改善し、露天掘り規制を強化した。知事としての大きな業績は、ケンタッキー州公民権法を成立させたことであり、南部州で初めて成立した人種統合法だった。大きく落胆させられたのは新ケンタッキー州憲法の承認を取れなかったことだった。ブレシットは知事を辞めた後に、サザン鉄道の法律顧問を務め、 その後のフォークサザン鉄道の広報、業務担当副社長となった。多くの地域社会サービス活動に関わり、貧困を除くことを目指した政治的任務を果たした。2003年10月10日に歴新ン,ンコミュニティカレッジで講演している時に倒れた。ケンタッキー大学病院に入院したが、転倒後の昏睡状態のまま4日後に死んだ。ブレシットの公述歴史プロジェクトは、 ケンタッキー大学図書館類ビーナン工術歴史センターに収められ、オンラインでも入手できる。エドワード・トンプソン、ネット・ブレシットは1924年11月26日にケンタッキー州ホップキンスビルで生まれた。父は同名のエドワード・トンプソン・ブレシット、母はメアリーであり、その唯一の子供だった。ブレシットの一族は昔から政治家が多かった。 園籍のジョン・ブレシットは1832年に第11代ケンタッキー州知事になった。祖父のジェームズ・ブレシットシニアは1907年から1911年までケンタッキー州検事総長を務め、おじのジェームズ・ブレシット・ジュニアは1927年から1932年までケンタッキー州副知事だった。ブレシットはホップキンスビルの公立学校で初等教育を受け、 1942年にホップキンスビル高校を卒業した。その年後半、第二次世界大戦に従軍するためにアメリカ陸軍航空軍に入隊し、1945年まで務めた。戦後、ケンタッキー大学に入学した。在学中にオミクロンデルタカッパ優等生協会とランプクロス協会の会長を務めた。また、友愛会のシグマアルファイプシロンの会員でもあった。 ブレシットが政治に興味を持つことを見ていたジャック・リーブス教授やトマス・ディ・クラーク教授が新しいケンタッキー州憲法を支持する学内運動の議長をするよう求めた。ブレシットはこれを受け入れ、憲法が承認されなかったものの、その後憲法が更新されるのを監視し続けた。1948年、ブレシットは経営管理の学士号を取得した。 1948年12月20日、ケンタッキー州メイフィールド出身のフランシーズ・ホールマンと結婚した。この夫妻には、メアリー、フラン、リンダ、エドワード二世と4人の子供が生まれた。1950年、ブレシットは、法学志望を取得して、ホップキンスビルに戻り、トリンブル・ソーヤーズブレシットという法律会社に加わった。1951年、ブレシットは、 ケンタッキー州第9区を代表して、州会下会議員に選ばれ、連続3期を務めた。議員としてのブレシットは、ハッピー、チャンドラー州知事の政策に反対する派閥の指導者として認識された。州としては、初の露店保育規制法を支持し、有権者登録と選挙法を改善し、州憲法改定の運動を行った。教育のための最低基金計画を、 共同提案した。1952年から1954年、ケンタッキー州青年民主党クラブの会長を務め、アメリカの若き民主党員では、全国委員会の委員だった。1952年、アメリカ合衆国大統領選挙で、アドレースティー・ブンソンの選挙運動では、州演説者局の長を務め、2年後のアルバン・ W ・バークリーンは再選を狙った。 アメリカが州国上院議員選挙でもスタッフとして働いた。1958年、州知事候補を決める民主党予備選挙で、バート・コームズがウィルソン・ワイアットに対抗する運動をブレシットに任せた。1959年にコームズが州知事に当選すると、ブレシットを州人事局長に指名し、就職員のための成果評価制度を作り上げる。 法案の起草に当たらせた。ブレシットは、衆議会を通じて法制化をうまく誘導した後、人事局長を辞任して、ケンタッキー州公共事業局の職への指名を受けた。1960年憲法制定会議は成立しなかったがその議長を務め、精神医療に関する知事の委員会では委員を務めた。A.B. ハッピー・チャンドラー、1963年にブレシットに敗れたことで、 その西暦が終わることになった1962年、それまで二度州知事を務めていたハッピー・チャンドラーが前例のない3期目を求めてすでに選挙運動を始めていた。ハン・チャンドラー派は自派から候補者を出さなければ、チャンドラーが以前に言っていたように1963年の選挙でチャンドラーの利点になることを心配するようになった。派閥の指導者たちは高規格道路コミッショナーの ヘンリー・ウォードをしっかり後押ししていたが、コームズ知事はブレシットを考えるようになっていた。1962年5月2日、ブレシットが出馬宣言をしたが、多くの者はその若さと比較的経験が足りないことのために会議的だった。コームズが最終的にハン・チャンドラー派をブレシットで説得し、ウォードが候補者になることはなかった。チャンドラーは予備選挙の間に、 経験の足りないブレシットよりもコームズ政権への攻撃に集中した。選挙上手であるチャンドラーはコームズ政権で成立した3%消費税を厳しく攻撃した。ブレシットはチャンドラーが上院議員時代の第二次世界大戦で日本に対する宣戦線復刻に賛成票を投じたが、その後すぐに予備役の任官を辞任したことに遡って非難した。さらに、 チャンドラーの義理の息子は、州政府からの恩恵を望む人々から選挙の寄付を集めていると非難した。この選挙運動が始まった時に、38歳と若かったブレジットは、新しいメディアであるテレビにうまく適応したが、年配のチャンドラーは、それができなかった。予備選挙では、州内会議員選挙区の一つを除いて、すべてを制し、6万票以上の差をつけて勝利した。 チャンドラーが副知事候補に担いだハリーリー・ウォーターフィールドがブレジットの副知事候補ジョン B ・ブレッキン・ディジを容易に破って公認候補に指名されておりチャンドラーの敗北は派閥争いの結果というよりも個人的な好き嫌いによるものであったことを示していたこの選挙でチャンドラーの政歴が終わることになった本選挙では共和党候補者のルーイナンと戦ったチャンドラーは 予備選挙での敗北でもまだ関わりがあり、難を支持したので、ブレシットにとっては、党内の支持をいくらか失うことになった。選挙戦中、難は、ケンタッキー州における公的施設を人種統合させた、コームズ知事の発した行政命令を、行政命令による規則だと攻撃した。難は、私の最初の行動はこれを廃止させることになると、宣言した。難の宣言は、 民主党の中でいくらか支持を得たが、むしろ共和党の支持を失い、特に大都市、ルイビル市で失っていた。ニューレパブリックガナンは、ケンタッキー州で最初の明白な人種差別運動を行っていると批判した。ブレシットは1万3000票以上の差で選挙を制した。ブレシット政権になって、最初の議会会期は、ブレシットの派閥にとって落胆の会期となった。 その若さと比較的僅差で当選したことによって、ブレシットの権威が損なわれていた。さらに重要な議会指導者だったリチャード・ピー・モロニーの思いがけない死が議会を通じて政策を実行するためのブレシットの能力にとって打撃となった。1964年の会期での大きな功績は1億7600万ドルの再建発行を承認させ、道路、公共教育、 中立公園体系、社会事業への予算を増加したことだった。その他に、小さな功績としては、公買法の成立、露店掘り規制の強化、教師の給付金改善があった。1964年の会期の多くは、ケンタッキー州における公的施設を人種統合させる法案に費やされた。この法案に賛成する集会が3月に開催され、マーティン・ルー・サー・キング・ジュニア博士、 ラルフ・ワバーナ・シー牧師、野球選手のジャッキー・ロビンソンが出席した。これにもかかわらず、この法案は立法委員会を通過できなかった。ブレシットは1964年12月に開催された南部州知事会議の一員として、ジョージ・ウォレスの提案した憲法改正に反対した3人の州知事の一人となった。ウォレスは連邦法によって、 人種統合を進めるのを妨げるために、州と州裁判所に公立学校に関わる司法権を与えることを提案した。ブレシットの反対により、会議がこの改定案の支持声明を出すことを妨げた。支持声明を出すには、全会一致が原則だった。1964年の衆議会は新憲法を起草する法案も成立させた。新憲法案を起草するために、 全国的なモデルに基づいて38人の市民が選ばれた。新憲法案は地方政府の独立を脅かし、明らかにフランクフォートの州政府に権力が集中するとみなされたので、軍部の指導者たちは反対していた。憲法案は住民投票にかけられ、ブレシットの強い支持があったにもかかわらず、反対51万99票。 賛成14万210票という大差で否決された。ブレシットは、州立公園体系を拡張させ、湖郡の間の土地国定レクリエーション地域、開発では、テネシー側流域開発公社に加わることとした。1965年、中西部旅行規作者協会がブレシットに、観光を最善の形に促進したとして、全国賞を授けた。同年、ブレシットは、 ケンタッキー大学同窓会の結出した卒業生の殿堂に入れられた。1965年6月、ケンタッキー州控訴裁判所による資産はその総価値で評価されなければならないという裁定が出て、納税者による特別回帰召集につながった。ブレシットがこれに従い、7月に特別回帰を召集した。ブレシットは評価額によって増えた。 資産税を埋め合わせるために税率の低減を提案し、公立学校に資するために他の税率は少しだけ増税にすることも提案した。この計画は副知事のハリーリー・ウォーター・フィールドから反対があったものの成立した。1966年の会期はブレシットにとって成果が大きかった。その経済開発計画は749企業の建設あるいは拡張。 新規雇用数5万7千人、10億ドル以上の新規工場投資につながり、1964年の工業投資家協会によって国内裁量と認められ、州の歳入は1000万ドルが追加された。議会は政権支持派が多数であったものが1965年の選挙でさらに強くなり、敵対的なところのあった副知事のウォーターフィールドは、 その権限の多くを剥奪された。元知事のローレンス・ウェザビーが上院議長代行に選ばれ、議会の上院で指導力を発揮した。ウェザビーは前年より27%増額になった予算を提案し、州内行政区の大半に配分する助成金を含んでいた。ウェザビーの指導力が高かったので、予算案は10日間で会員を99票対0票。 上院を31票対5票で通過し、事実上修正もなかった。連邦政府の1964年公民権法が成立し、1966年会期にさらに強力な公民権法を成立させる道を作った。議会は、ケンタッキー州公民権法を容易に通し、あらゆる公共施設を全ての人種に開放し、従業員8人以上の企業では、雇用における 人種差別を禁じたこの法は、連邦法では及ばない多くの企業にも適用され、ケンタッキー州では、企業の90%に影響し、連邦法の60%よりも広かった。南部州では初めて成立したこの種の法になった。1966年、ブレシットは、この法の成立における指導力を評価され、リンカーンキー賞を送られた。 1966年と1967年、南部知事会議の地域週刊協力委員会の議長となった。大統領の人権委員会に指名された唯一の州知事にもなった。ブレシットは1964年と1965年に全国知事会議の実行委員会委員となり、その自然資源委員会では議長になった。1966年議会では水。 土壌、森林資源を規制する、機関創設などいくつか、環境保護手段の承認を得た。この会期では、修復もできないような、険しい山では、採掘を禁止する露店掘り規制法の強化を果たした。1967年、アメリカ合衆国内務省の業績賞に認められ、環境保護への貢献では、雑誌、アウトドアライフから、年間環境保護賞を贈られた。 1966年のその他の業績として、強制社権法の成立、政治的職を求める候補者が行う政治的寄付と、費用の規制強化、議員選挙区再配置法の承認があった。知事の道路建設計画は継続され、任期末までに、ケンタッキー州は他州よりも長い建設中の高規格道路があった。ブレシットの任期中に、ケンタッキー大学評議会の議長を務めた。 その指導下で州のコミュニティカレッジが同大学の統治下に置かれた。ブレシット政権下で4つの州立カレッジが大学に昇格した。また、ケンタッキー州教育テレビのネットワークと、ケンタッキー州の職業教育体系を設立した。当時のケンタッキー州憲法では、州知事の任期が一気に制限されていた。ブレシットは、ホップキンスビルでの法律実務に復帰し、 1967年12月サザン鉄道のケンタッキー州特別顧問になった。1968年7月、報道財団の田園部アメリカ研究所支配人に指名され、州の地域開発地区設立など貧困の救済策を提案した。1971年、田園部アメリカ連合設立に協力し、その議長に選出された。この連合は、 電園部アメリカ研究所の提案を実行するために動いた。ブレシットはアメリカ子ども会館の館長を務めて私立教育を促進し、1968年9月には南部週刊原子力委員会の連邦代表に指名された。サザン鉄道が1972年にノーフォークサザン鉄道の一部となると、ブレシットは広報担当副社長となり、1992年に 退職するまで続けた。ブレシットは、ジョン・ワイ・ブラウン・ジュニア州知事の重要な助言者であり、ブラウンは1981年と1982年に、ブレシットをケンタッキー大学の理事会に指名した。1985年7月11日、ブレシットの妻フランシーズが、がんの合併症で死んだ。1988年4月2日、ブレシットは、 ルーシー・アレクサンダー・ウィンチェスターと再婚した。ルーシーは、ファースト・レディ、パット・ニクソンの元施設秘書であり、後のケンタッキー州知事ブレレトン・ジョーンズの妻、リビー・ジョーンズとはいとこだった。ブレシットは後に、ケンタッキー州立大学ともアヘッド州立大学で、理事を務めた。どちらも以前に、政界で競った、ルーイ・ビーナンが共に務めた。1992年から2000年。 再度ケンタッキー大学理事会に勤め最後の年を除いて会長を務めた。この会長の間に、ポール・イ・パットン州知事と州立、コミュニティカレッジの扱いについて衝突した。パットンは、レキシントンコミュニティカレッジを除くすべての州立、コミュニティカレッジを、ケンタッキー大学の管轄から分離し、新しく創設する、ケンタッキーコミュニティ。 高架カレッジ体系と呼ぶ体系のもとに組み替えるという計画だった。パットンの計画が通った。パットンとブレシットは後にその政治的壁を修復した。1992年、ブレシットはワイアットタラントコームズ法律会社に加入した。シンシナティの住宅ローン会社の取締役やケンタッキーハートファンドの会長など、ボランティアのコミュニティサービス活動もいくつか引き受けた。 南部地域教育委員会とケンタッキー州高等教育委員会の委員に指名された。1994年、ケンタッキー大学でガットン実業カレッジ、卒業生伝道に名前を入れられた。1997年、ケンタッキー大学法学カレッジからも同様な待遇を受けた。1994年、マレー州立大学から名誉博士号を受けた。 1999年、ヘンリー・クレーメダリオンフォーディスティンギッシュとサービスを受け、2000年、東ケンタッキー大学のケンタッキー州歴史と政治の会館が、ケンタッキー州への結出した公共サービスに対して、ジョン・シャーマン・クーパー賞を贈った。2002年、法律実務から引退した。2003年10月10日、レキシントンコミュニティカレッジで講演しているときに、 寝室細動のために倒れた。蘇生されて、ケンタッキー大学病院に入院したが、人事不正のまま10月14日に死んだ。ホップキンスビルのリバーサイド墓地に埋葬された。2000年、西ケンタッキーのペニーライルパークウェイが、エドワード・トンプソン・ブレストペニーライルパークウェイと、解明された。ありがとうございます。